久しぶりです、杉蔵です。ずいぶん久々の動画になっちゃったんですけど、まあ、前回出した動画11月かなと思いますんで3ヶ月ぶりぐらいになっちゃうんですかね。私事なんですけども、ちょっと11月下旬12月と今至ってちょっと体調崩してしまいましてそれ動画の方をお休みしてしまいました。薬を飲み始めてだんだん体調も良くなってきたんで、また動画の方を徐々にアップしていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで今日の話題なんですけども、まあ、ここにヘルメットあるんですけども、これはヘルメット、兜のエクシード、8月6日に Amazon で購入してちょうど6ヶ月経ちました。12月1月上旬ちょっと乗ってない時期あったんですけども、そろそろ使用してのインプレもしたいかなと思います。その前にあるものを買ったんでこれを開封していきたいと思います。じゃじゃーん。これわかります？ピンロック。これ兜と買った時に最初このシールドになんかこんなネジがついてんで、これ何かなと思ってたんですよね。まあこのピンロックという、これまあ何かっていうと曇り止めシートなんですよ。まあシールド上に二重にこれをまた貼ってしまうような感じで曇りを取るという製品です。実はこれ買ったの去年の12月かな、買ったんですけどちょっとつけずじまいで今更になってしまいました。最近特に寒いじゃないですか、ヘルメットのシールドが曇りまくりますよね。めちゃめちゃちょっと不快なんですけどね。だからシールドをちょび上げしたり、あとはもう信号止まるたびにガッと開放してまた冷気を入れ、曇りが取れてまた閉めると、そういうことを繰り返している状態ですよね。そんな時、まあこのピンロック、曇りにくくしてくれるっていう商品らしいんで、かなり期待してたんですよね。いよいよ、もう2月も中旬なんですけども、今更つけたいと思います。ということで、開封していきます。トリセツと、これですね、ピンロック。うわ、なんかブランブランしてますね。ブランブラン。もうちょっと硬いのかと思いましたね。少し曇った感じですよね。ちょっとつけていきたいと思います。あ、まず外すんだ。これ外します。これ結構外すの難しいっていうか、簡単って書いてあるんですよ。自分出先で一回、これ、なんか勝手になんかおっしゃって外れたんですよ。そしたら戻すのめちゃめちゃ苦労しましたね。どうなんだっけ？あれ？あれ、やべ、忘れちゃった。ちょっと忘れちゃった。トリセツ。自分で外したことないんですよね、シールドを。シールドの取り外し方、シールドを図1のように一番上まで上げた状態にします。これを上げた状態にします。でシールドが止まる一番上まで上げる。で図2のようにシールドにあるリリースボタンを押したまま矢印方向へ引き抜く。これですね、リリースボタン。こっちとこっちの両方あります。で引き抜くとあ、こっち外れた。こっち外れました。じゃあ外れん、外れん。ちょっと出して。あ、外れた。外れました。ていうかこれちなみにもう一回つけてみます。練習しとこうと思って。シールドの取り付け方、1、2のようにシールドのリリースボタンとシールドラチェットの A の部分との角度を合わせながら、シールドのメカ部分をラチェットの上へ3のようにかぶせます。え？あれ？お、うまくいった。あ、もう覚えました、外し方も。まあここの突起
きをここに、ここのこうラインに合わせてやるとハマる感じですね。ちょっと何回かやってみてください。このヘルメット購入した方はぜひ一度自分で外して試してみて見るのがいいのかなと思います。突然外れちゃってつかなくなったら困りますんでね、ぜひやってみてください。で、これはよしとして、次、ピンロックですね。まず1、ピンロックオリジナルインサートレンズの保護フィルム剥がさずに、結構保護フィルムついてるんだ。あ、本当だ、ご使用前にこのフィルムは必ず剥がしてください。で、ここの、まあ、つける前に、この縁がなんか、ゴムのパッケンみたいになってますね。ちょっと拭いときます、これ。汚いんで。ウェットティッシュ拭いちゃいます。これあれなんですよね、シールド傷ついちゃったんですよね、ぶつけちゃって少し買い替えようかな考えてるんですけど、ちょっととりあえず使ってます。視界に入ってると気になるじゃないですか、傷。うわ汚い、ちょっと真面目にやります。これで拭いちゃいます。これでよく拭くんですよね、大体シールド。これつけても曇るんですよね。別に曇り止めにはなってないんですけど、よく車のフロントガラスのなんかあの油膜取り用ですよね、これって。本当は油膜曇り止めって書いてあるんです。まあ、バイクのシールドにあんまり効果ないというか、もう自分としてはただの汚れ落として使ってます。 OK ですね、綺麗になりました。でつけていきます。ピンロックオリジナルインサートレンズの保護フィルムを剥がさずに、これですね、ピロピロついてるんですよ。これを剥がさずにシリコンシールがある面をシールド内側に密着するように取り付けます。シリコンシール、これですね、シリコンシール。この時ピンロックオリジナルインサートレンズの取り付け部は片側よりシールド内側に変身ピンに差し込みます。ここです、差し込みます。片側の変身ピンにオリジナルピンを差し込んだままシールド平らになるぐらいまで広げ、これ平らって割れそうで怖いんですけど、まあできるだけってことですよね。反対側の取り付け部にも差し込み、シールドをゆっくり元に戻します。ああ結構ギリギリなんですね。でいいの、特にこことか押さえつけてないんですけどね、どうなんだろう、ついてんのこれ。シールドヘルメットにつけてピンロックオリジナルサイドのシリコンシールが全てにわたってシールに密着しているか確認します。ああそっか、すいません、動画飛んじゃいました。あのシートも剥がしました。でこれで終わりですかね。見た目こんな感じですね。どうです、ちょっとかぶってみます。ああ光が若干あれですかね、噂だと夜間ちょっと光がぶれるっていうか光が二重になるっていう風なコメント見ましたけどね。ちょっと今日走ってみますよ。とりあえずこんな感じでつけたんで、このまま実装して試してみます。とりあえずさっきのピンロックなんですけど全然曇らないですね、すごいですよ。こうやって止まってる時も全然曇ってないですしね。いやもっと早くつけたらよかったって感じですね。あの曇りに悩んでる人にはまあおすすめできるかもしれないですね。昼の続きです。昼も曇らなかったんで、もちろん夜も曇らないんですけど、昼ちょっと危惧してたライトが二重に見えるってやつですか、それやっぱそうなんですよね。めちゃくちゃ思ってたよりはひどくないんですけど、こう閉めると光がぼわっとするんですよね。こんなに気にならないんですけど、ひょっとして気になる人は気になるかもしれないですね。自分はギリギリ慣れれば大丈夫かなって感じですね。まあまだあの夜1時間しか走ってないんであれですけど、まあ、とりあえずはあれですね、自分としては期待通りというか、
期待以上でしたね。少しは曇っちゃうのかなと思ったんですけど、全然曇らないんで、今日一日トータル4時間ぐらいバイク乗ってるんですけど、一度も曇ら、一回あれですね、外から部屋の中入ったら曇ったんですよ。で、曇ったと思ったらこのピンロックの周りが曇りましたね。はい、ということで、ピンロックの実装テストが終わりました。どうなんですかね、結構良、まあ、かったですよ。ほんと全然曇らないなと思って、初日は全然曇んなかったんですよ。昼も夜も全然曇らずに行ったんで、おーすげーと思ってたんですけど、次の日午前中使ってたらこの辺が曇ったんですよね。この辺だけ、ここだけなんですけど、結構濃いめの結露がついたんですよね。だからここにこのパッキン隙間空いてんのかなってよく見たんですけど、よくわかんないですよね、隙間で。隙間が空いてた場合はこのピンロックって、ここのネジ、ただのネジじゃなくて、これを回すことによってこのピンロックシートを少しこう内側にずらしていったりして、こう張り具合を変えることができるらしいんですよ。でちょっとまあ使って様子を見たら試してみようかなと思います。ちなみに今日も使ったんですけど、今日も大丈夫でした。ということで、このピンロックシート自分は気に入りましたね。とにかく曇らないんでびっくりしました。多少は曇ってしまうのかなと思ったんですよね。ですがまあ昨日の朝一発目にこの上部に結露がついたぐらいで、夜も大丈夫だったんです。あとまあ強いて言えば、最初から口コミ等で聞いてた話で、夜間にライトが二重に映ってしまうっていうのがあったんですけども、自分が使った時も聞いた通り光は二重に見えるような感じはありました。最初ああやっぱりそうかと思ったんですけど、慣れればまあなんてことはないのかなと思いますし、これ結構人によってやっぱ感覚は違うかなと思います。自分はまああれですね、でも曇らないっていうのは何より気に入りましたね。まああとは寒い今の時期プラス、あとはこれが活躍するのは雨の降る時ですよね。雨降る時も結構しつこく結露つくんですけど、おそらくこれを使えば結露はつかないだろうなと思います。ちょっと雨の日も今後使って、また別な動画でちょっとワンポイントレポートでもできればなと思います。まだ3日しか使ってないんですよね。もっと使い込んでみて、また別な問題点等があればまたご報告できたらなと思います。もし迷っている方いましたら、早めに買って試してみた方がいいと思います。でこのカブトエクシードグライド、前回の動画でファーストインプレッションのようなものは言ってたんですけども、初見としばらく使ってみてからと感想等変わってくるんで、ちょっとまあ6ヶ月使ってみた感想も今話してみようかなと思っています。Last night in the D, let me tell you how I made a leave with me. Conversation and Hennessy.